はいこんにちはやり直し英語達成道場四半大の深夜ですあなたは英語学習でこんな間違いをしていませんか例えば新しく買った英語テキストをこんな風に使っていないでしょうか音声を聞き流す何度も読み返す何度も書き写すもしこれらの学習法をしていたとしたらもしかして遠回りかもしれませんのでぜひこの動画を最後までご覧ください はい。ということで今回はですね、テーマは、一冊の英語テキストをとことん極める方法というテーマでお送りしていきます。え、テキスト極めるんだったらさっきの方法いいんじゃないのって思われたかもしれませんえ。何度も音声を聞き流したり、何度も読み返したり、何度も書き写すっていうのは、すごく極めてるような気持ちになりますよね。 でも実は大人のやり直し英語という視点で見た場合は遠回りになる可能性があるということでねこれから詳しく解説をしていきますでまず大人のやり直し英語の目的としてはですね英語を使えるようになるというのが今回の動画の大前提になりますただ単に紙のテストの上だけでいい点が取れればいいというわけではなくて実際に英会話の中で使いこなせるようになるというのが大人のやり直し英語のゴールというか 目的というふうに今回は前提で進んでいきます。で、もしあなたがとりあえずトイックのテストの点数だけ取れればいいよって思ってたとしても、もしその点数を取ったら。 おそらく周りの同僚とか上司からあの人は英語ができる人だっていう目で見られてで英語の電話を取らなきゃいけなくなったり海外出張に行かなきゃいけなくなったりって形で結果的にはおそらく英語を使うシチュエーションに行かざるを得ないと思いますので、まあ、最終的にはやっぱり英語を使うスキルというのは必要になると思いますので社会人が英語を身につけようと思った時それが趣味であっても仕事であってもやっぱり英語を話すスキルというのはね欲しいものだと思いますのでそちらをね前提にお話していきます。 で、まず大前提として、一冊のテキストをやり込む方が効果的であるというのが、この英語学習の大事なポイントになってきます。えどうしてもね、こう僕らはいろいろ目移りしてしまって、いろんなテキストをね、買って、で、本棚に揃えてしまうってことありますよね。で、まだ、 とりあえず買ったけど最初の初日だけパラパラっとめくってはい終わりででそのまま本棚に塩漬けになってしまっているテキストが何十冊もあるみたいなまあそういう状況って結構あると思うんですよ僕もそういう状況になったことあるのでよくわかるんですがえー、本当にねこうテキストのコレクターみたいになっちゃうことあると思いますでもいくら本棚にたくさんのテキストが並んでいるからといってそれが僕らの英語力に影響することはありませんあくまでそのテキストをやり込んだかどうかによって英語力は変わるんですね で自分の英語力を上げる上で一冊のテキストをやり込む方がたくさんのテキストを浅く広くやろうとするよりも効率的です。特にこれは初級者から中級者の方には当てはまります。ある程度の上級者になってしまうともうどん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  っかえテキストを次から次へと新しいテキストで浅く広くやっていった方がいいステージがやってくるんですが、まあ、それはかなり先の話なのでもうそのレベルにいった人にとってはおそらくこの動画を見た瞬間にあ自分はもうそのステージ卒業したよって思われたかもしれませんので、まあ、その場合はこの動画は初中級者向けに作っていますので以上踏まえた上でご覧ください。 で、えー、一冊のテキストをやり込む方が効率的ということなんですがまず大前提としてこの英語を話せるようになるっていうのはどういう状態かというのをね想像していただきたいんですね。外国人が英語で僕らに話しかけてきますでそれを僕らは聞いてで自分の考えがポッと浮かんだらそれを英語にして話しますよね。で話す時というのは口が動いていますよね。 口を動かして正しい発音で相手にちゃんと通じる発音で英語を喋る。これが英語を話しているという状態ですよね。つまり最終的な目標としては口を動かして英語を喋りたいと思っているのであれば口を動かす練習を普段からしていなければ当然口は動きませんよね。ではこれをスポーツに例えて考えてみましょうえ。僕らがソファに座って野球のテレビ中継を見続けたとしましょう。 毎日何時間も見続けるということを1ヶ月2ヶ月続けたとしましょうじゃあその1ヶ月後2ヶ月後に僕らはボールを投げれるようになるんでしょうか速い球を打てるようになるんでしょうかっていうことなんですね,なりませんよね。野球中継をいくら見たところで実際に自分の体を動かさなければバットは触れるようになりませんしボールも投げれるようにはなりません。 でスポーツだとそんなの当たり前だよと思われるかもしれないんですがこれがなぜか英語になると突然なんか魔法のようにある日突然しゃべれるようになる日が来るんじゃないかみたいなね、まあ、そういうちょっと幻想が見えてしまうというのが、まあ、結構英語学習界の面白いいとところだなと思っていますねで考えると、まあ、口を動かす必要があるのに聞くだけとか読むだけ書くだけというのは足りないということが見えてきますよね。え聞くだけというのは、まあ、スポーツで言えば 野球のラジオ中継を聞くだけとかね読むだけというのは野球のルールブックを読むだけでそのルールブックを何度も書き写したところでやっぱり体を動かさなければ自分の体は動くようにならないしそのスポーツは身につけることができませんで英語も全く同じですねでさっきのここの部分 え、3つの間違いというのもそうですねえ、音声を聞き流すというポイントですね聞き流すということはこれいわば何か別のことをしながら聞いているそして口は動かしていないというニュアンスがしますで、何度も読み返すというのもこれも何度も何度もえ口に出さずに声に出さずにただパッパッパッとね目を通していくだけというニュアンスがしますよねそして3つ目何度も書き写すというのもそうですね 黙々と書いている間というのは口は動いていませんよね。まあ、もちろん人によっては声に出しながら書いている人もいると思います。でもそれはもちろんあの効果はありますがえ、普通に書き写すだけでは効果は薄いと思った方がいいと思います。でさらに言うと、書く方が喋る時よりも時間がかかりますよね。所要時間が。なので、 必要な回数繰り返しの回数というのが減ってしまう傾向がありますのでえ僕は最初のうちはあまり書き写しのトレーニングは何度も何度も繰り返さない方がいいんじゃないかなと個人的には思っています、まあ、もちろん時間に余裕があって労力にも余裕があるという場合に関してはねえ書くトレーニングというのはすごく有効なんですが、まあ、何度も何度も同じ英文を声に出さずに書き写すだけというのは効率がいい勉強法とは言えないかなと思います じゃあどうすればいいのというところなんですがこれもスポーツに例えてみると分かりやすいですねえ。正しいフォームで素振りりを繰り返すというのが何でも同じだと思います、まあ、野球の場合だとバットの素振りとかあるいはサッカーだったらボールを蹴るとかねえゴールに向かって正しくこうボールが飛んでいくように正しいフォームをいつもチェックしながら自分で自分のフォームをそしてえ繰り返していくという感じですね。一、まあ、人でできる練習というのは素振りというニュアンスになるかなと思います。 でもう一つ大事なのがなぜこのフォームになるのかを頭でししっかり理解していいるととうこでですねなので例えばこのフォームで打たなければならないって思ってたとしたらなぜこのフォームで打った方がいいのかというのがしっかり理解できているかどうかによって結構変わってきます何も考えずにただ言われ,言われた通りのねフォームでやっててなんとなくボールが打てるようになりましたっていう状態だとちょっと何かね思ったのと違う状況になった時に応用力がつきませんよね なのでちゃんとそのメソッドを理論として理解できていなければ本当の意味でこのフォームを身につけたとは言えないっていうのがね、まあ、スポーツの世界でもあるんじゃないかなと思います。でじゃあこれを英語の世界に置き換えると何かというとこの「口を動かす」というのは音読になります。声に出して読み上げるということですね。で正しいフォームというのは正しい英文ということです。ネイティブのチェックが入ったちゃんと文法的に正しい使われている単語も正しい ということです、まあ、これは日本で手に入る英語テキストのほととんんどが相当すするんじゃなないいかなと思いますねでなぜこのフォームになるのかを頭で理解するというのはこれはテキストのその英文の並びとかっていうのがどういうルールにのっとって並べられているのか、まあ、つまり文法ですよね文法ルールが全く理解できていない状態でただ音読だけ繰り返してもお経のようになってしまいますので効果が薄れてしまうということですね。 じゃあ音読ってどうやってやるのというところなんですが、まあこれすごくシンプルですね、えー。この書かれているテキストにある英文をひたすら声に出していくという方法です。ちょっと例としてね、この英語で日本を話すための音読レッスンのテキストを使ってやっていきます。えー、こんな風にね、えー、テキストの例文が載っていてで、これをネイティブが読み上げている音声データがついてくるのがおそらくほとんどの 英語のテキストじゃなないいかなと思いますもちろん文法書とかそういうのはまた別ジャンルなのでなんかね問題集とかはまた別なのであくまでこのね普通の英会話用のテキストというのは大体音声データがついてきますよねでここに英文が書かれていますよねなのでこの音声を真似しながら声を出していくという感じですね、まあ、例えば例としてですねこれ今うどんですね日本のうどんに関する文章ですねこれを読み上げていきます まずはCDの音を聞いて、それからそれを真似していくという感じですね。こんな感じです。Story two. Udon. Do you have a favorite comfort food? Do you have a favorite comfort food? This is a kind of food that makes you feel happy or relaxed when you eat it. This is a kind of food that makes you feel happy or relaxed when you eat it. っていう感じです。まあここ今ちょっとねテキストの方がここに入ってるんでここ見ながら言ったんですが今みたいな感じで真似をしていきますねでそれを何回か練習したら今度は CD を100%再現するつもりで、えー、自分の声で読み上げていくという感じですね Do you have a favorite comfort food?This is a kind of food that makes you feel happy or relaxed when you eat it っていう感じですでここで今これがね正しいフォームで素振りを繰り返すってやつですね で、これを繰り返していくんですが、ここで次に大事なのが、このなぜこのフォームになるのかを頭で理解するというポイントです。えつまり、今のこの文章、do you have a favorite comfort food? ってところを、丸暗記して、何も文法的な部分は意識せずに、ただのこうフレーズ丸暗記になってしまった場合っていうのは、お経を唱えるみたいな感じになっちゃうんですよね。素人が、ちゃんとしたお坊さんで意味が分かっている人ではなくて、えー、何も分からない。素人がただお経を唱えるみたいな。 そういう状態になってしまいまいすで。そうなるとじゃあ自分の言葉として喋ろうと思った時にどこをどういうふうに変えたらいいのかっていうねその変えるポイント応用力が身につきませんのでえ必ずなぜこの語順になるのかなぜここに「あ」とか「ざ」があるのかみたいなことをしっかり見ていくということですね。例えば「do you have a favorite comfort food」ってやって「あ」なのかここはと「ざ」じゃないんだねって思った時になぜなのかというのがちゃんと分かってるかどうかによって このの英文を音読した時の効果が大ききく変わってきますでこの「あ」と「座」の違いを知るのに2つアプローチ方法があって従来の方法つまり文法ルールを丸暗記していくという方法であともう一つの新しい方法としてはネイティブのイメージで文法を捉えていくという方法ですね。 で僕がお勧めしてるのはこの2つ目の新しい方でえルールの回ンキではなくてなぜこういうルールが生まれているのかというのをねえネイティブのイメージから読み解いていくっていうね、まあ、そういうトレーニング方法ですね。まあ、これはおすすめとしては大西弘人先生 NHK のね英語の番組ですごく有名な大西弘人先生とあとカリスマ予備高校講師の関正夫先生というね このお二方が僕の中ではスーパーヒーローとして君臨しているんですけどもこのお二人の書かれている著書を見ていただくとすごく分かりやすくネイティブのイメージで文法ルールを覚えることができる丸暗記しなくても覚えることができるような作りになってますので是非チェックしてみてください。このの動画の下の概要欄に、 僕のおすすめのイメージ文法のテキストの Amazon 販売リンクを貼っておきますので後でチェックしてみてください。という形ですね。で、じゃあ Do you have our favorite food? の方のあの部分は何なのかと言った時にですねなぜザではなくてあなのかっていうのを読み解いていくわけですね。で、ここで調べていった場合おそらくほとんどの方に書いてあるのはザというのは喋ってる自分そして聞いている相手このお互いがどのことなのかが分かるお互いに分かっている状態。 指させる状態っていうのがねザになりますお互いにこれだというふうに言えない時には「座」ではなくて「あ」を使うということですね。で「あ」というのは他にもある中の一つという意味になります。え他にも同じような種類のものがたくさんあってその中の一つなんですよっていう時が「あ」になりますね。今回は「do you have a favorite comfort food」っていうふうな言い方になっているというところをしっかり 調べていくというのがこのなぜこのフォームになるのかを頭で理解するということになりますね。なのでここは調べる必要があります。でまあおすすめの方法としてはまずは先ほどお伝えしたようなイメージ文法の本ですね。えー、大西宏と先生とか関正夫先生の書かれた本をざくっと1回、えー、素早く目を通して読んでおきます。でだいたいどこにどんなことが書いてあるかなってことが分かったら次は音読トレーニングで出てくるたびに例えばあとかざが出てきましたと。 そしたら「あなんだっけかなこの違いは」っていうことで本をもう一回見返して「あそうだそうだこうだったこうだった」っていうのをね、まあ、この本に書き込むわけですね。で例えばここで「あ」が使われている理由は他にもある中の一つだからって思ったら他にもある中の一つみたいな感じで書いてで音読する時にはその自分の書いたメモが目に飛び込んできますのでそこを意識しながら声出しをしていくという感じです。 でまあここで気をつけたいのが、あまりにも神経質になりすぎて、全部のわからない部分を完璧に調べ上げようとしないことですね。えー、例えば特に初心者の方にとっては、一つの例文の中に知らない文法項目がぎっしり詰まっちゃってるみたいな時もあると思うんですよ。でまあそういう場合はね、本当はテキストのレベルをちょっと落とした方がいいんですが、まあ、どうしてもやりたい本があって、でその方がまだ難しいという場合に関しては、とりあえず一つの例文につき、 一つの文法項目だけを調べるぐらいでいいんじゃないかなと思います。もし頻繁に会話で使われるような文法項目であれば、また別の文章の中で遭遇する確率が高いかなと思いますので、そういうものに関してはですね、まあ、後回しにしても大丈夫です。ので、まずは一つの例文につき一箇所ぐらいの感じで調べていただくといいかなと思います。というのはね、なぜこのフォームになるのかを頭で理解するということです。で、これをしっかりやった上で、 正ししいいいフォームの素振りりを繰り返していくという感じ,ですじゃあ具体的に何回ぐらい繰り返せばいいのというところなんですが、えー、まず最低回数と言われたのはこれ決まってましてこれ30回というふうに言われてます。なので最低30回は一つの英文を声に出すということですねで。例えばさっきのこのうどんのテキストであれば Do you have a favorite comfort food? から始まって一番最後の行の一番最後の言葉ですね。 Japan's Seasons and Traditions っていうのが一番最後に来るんですが、まあ、そこまでですね、ここからここまでを全部言い終わったらおしまいという感じですね。これで1回です。で、それを最低30回繰り返すということですね。で、これは一応最低回数になりますので、まあ、上はできるだけ大いに越したことはありませんが、 だからといって、じゃあ300回、500回、600回やった方がいいのかというと、まあそれはちょっとやりすぎということになりますので、まあ100%暗証できるようにならなかったとしても、もう次へ進むという感じです。一つの英文でどうしてもね、言いにくい場所ってあるんですよね。 でここだけは何回練習してもつかかっちゃうなってところがあると思いますので、まあ、そこが完璧に言えるようになるまで次へ進んじゃいけないみたいにしちゃうとすごく苦しくなってしまいますので、まあ、言えない場所はもうほっといてとりあえず次へ進んで,でまた最後まで行って戻ってきた時に言えるようになってるかをチェックするみたいな、まあ、そんな感じでいいかなと思います。でちなみにですね、まあ、もし今言えない場所がすごくあったとしても最後まで行ってから戻ってくるともうスキルが上がっているので。 最初につまずいてた場所がすんなりいけちゃったりなんてこともあるんですねでこれは単に発音のスキルだけの問題ではなくてななぜこののフォームになっていいるるかを頭でで理解すすうう部分もそうです先へ進めば進むほど自分の文法力は上がっていきますので最初の頃に分からずにとりあえず置いておいた文法項目というのが後になって戻るとあ今だったら分かる今だったら透けて見えるっていうふうに感じることが結構多いんですね。 僕も未だに結構あります1週目ではピンとこなかったけど2週目3週目であそうだったのかって分かっちゃうことって結構あるんですね。でこれすごく気持ちいい経験になってくるので、まあ、モチベーションがキープしやすくなるかなと思いますね。なので、まあ、100%目指して、えー、解読していくんですがかといって100%にこだわりすぎないというねこのギリギリゾーンを攻めていくというのがポイントになってきます。 はい以上がですね一冊のテキストをとことん極める方法になりますえもう一度まとめるとえこのテキストについている音声データを真似しながら声に出していく正しいフォームで素振りを繰り返すというものですねでその素振りを繰り返すときになぜこのフォームになるのかえ文法ルールとか単語とかっていうのをしっかり調べてあげるということですね でその状態でまた繰り返していくってことをやっていくと、えー、この1冊のテキストからそのエッセンスを完璧に吸収することができてでこの本の元を取れると投資元を取ることができるという感じですで今度この本に書いてある内容を誰かが外国人の友達とかがパッて喋られた時にああの本のここに書いてあったあのフレーズだって感じでパーンとね思い浮かぶようになるという感じですで自分で喋ろうと思った時も その単語がポンと口をついて出せる確率が上がってくるということです。はい、ということで今回は一冊の英語テキストをとことん極める方法についてお伝えしましたえ。ここまでお話を聞いていただいた上で、もう一度最初のこちらですね。3つをご覧ください。今はきっと違って見えるんじゃないでしょうか。音声を聞き流すだけ、何度も読み返すだけ、これは声に出さずにってうことですねえ。何度も書き写すだけ、声に出さずに。 いうのは、えー、あまり効率のいい方法とは言えないんじゃないかなと思います、えー、せっかく英語トレーニングをねするのであればできるだけ効率的に効果的にトレーニングしていただきたいなと思いますのでぜひ音読トレーニングトライしてみてくださいでもしこの話を聞いて音読トレーニングいいなと やってみたいなと思った場合はですね、僕の作っている無料の動画セミナーもぜひ受けてみてください。毎日メールが届いて、でそこに動画の URL が貼り付けてあってで、そのリンクをクリックすると、毎日ですね、僕の音読トレーニングに特化したトレーニング動画セミナーを受けることができるというコースです。これ7日間なんですが、無料で受けることができますので、もし興味があったらぜひお手元にお気に入りのテキストを用意した上で申し込んでみてください。 あなたの本棚に眠っているテキストにもう一度命を吹き込んでみてください。はい。では以上です。Thank you for watching.See you later. スマホでご覧いただいている場合は、動画の右下の逆三角形のマークを押していただくと、こんな感じで概要欄が出てきます。無料で英語学習法を学べる動画セミナーの情報も載っています。ぜひチェックしてみてください。